西川澄夫先生がレッスンに来ましたすごい振り覚えが良くてもうびっくりした僕も今日の全然ダメでしたありがとうございます。また来てください。あの西川澄夫さんに一撃で大スターだったよろしくです。JT のスタジオでヒロナのヒューマンビートボックスのクラスです。おはようございます。ダンスの俳優の動画集客動画ブランディングの陣博士です。今日は日曜日なんですけども、5時から河原崎健一先生のジャズ中級レッスンがありまして、なんと日劇のダンシングチームのスターの西川澄夫さんが稽古に来たんですよ。もうびっくりしました。僕の彼女です西川澄夫先生今日はね、とても楽しかったわね健先生の振り付けで。いやもう先生だって体全然バーレッスンとかしっかりしてってなって背中もなんかピシッて決まっててびっくりした。20代に戻った感じですよ。じいさんとねそれでじいさんのほら楽しくやって先生25ぐらいでしょ今僕18先生さんがニコニコと温かくマネージャーなんですね。そうで健さんが楽しそうにね感じてすぐそうなんでねレッスンやっても本当に楽しかったね。でも先生シンプルな振りで繰り返してた全然まとまる頭の顔すごい逆に覚えられない、うん、頭の調子になってよかった。あんなとこだなあんなとこに前行って後ろ行ってなんでね本当よかったね繰り返しでシンプルだからは余計分かんなくなる、うんうん、でも先生はしっかり覚えてるね。あれで楽しかったと言ってる西川先生、今も現役で患者スクールどこで教えてらっしゃるんでしょ。西部、池袋西部の8階でクラシックバレエを教えてる。クラシック教えてるんですよ。だったらバレエあんなに上手な当たり前だよね。言っちゃったそんなわけで、分かりました。なぜ西川先生ヒップホップもちょっとやってます。あ、先生ヒップホップもやるの。マネージャーがジュンジュンこれはちょっと夢見ていいです。分かりました。ついで釣られて言っちゃった釣られて言っちゃった。でも何もでもバーレッスンもしっかりやれるし、スタンダードのジャズアースやってるので先生のレッスン受けたいなと思ったら池袋のカルチャースクール8回ね。8回ね。何曜日。火曜日の午前中10時半からです。いらしてください。あと金曜日が1時15分からです先生リアルばっかりじゃん。そんなリアルするつもりじゃなくて絶対そこはカットしてください。大丈夫大丈夫。今日は川崎健一先生のね川崎健一先生のレッスンがとても良かったです。はい、本当に楽しかった。それで健一先生がね、で細かい振りをきちっとやってきた。それから瀬尾さんっていうねすごい名プロデューサーがねもうニコニコ笑いながらね軽やかに踊ってるのとても面白かったです。もういいね刺激になった ね。そんなわけです。西川澄夫先生が本当にまさかレッスン来るかも楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。